さあちょっと続いてのねあせっかくだから広瀬すずさんも教えてくださいなんか今回の初めて経験初めてあんなにがっつり血の量をやったのなんかなくて意外嬉しかったです <laughs> 嬉しかったっていうのか <laughs> へえ<ー>、うん、なんかこう毎日現場に行ったら血のりをつけられてたので、うん、なんかゾンビ映画とか大変だなって思いました。はあ 血のりはね乾くと大変だよやっぱあのままこうお昼ご飯とか食べるじゃないですかあそうね繋がりとかあるから、ね、<laughs> そう街をちょっとこう移動するだけで現場に向かってる最中にいろんな人に見られてかるフェイスシールドからマスクに変えました <laughs> ちょっとなんかすごいこう, <laughs> そう、ね、リアルな目で本当に見られるほど、うん、なんかすごい、うん、思い出としてなんかあ血のりしたなみたいな。<laughs> でもなんか嬉しそうに言ってますね嬉 <laughs> しそうに言ってますよ <laughs> 壮絶なシーンの後の血のりですからね、うん、これねなんか映画というか役者さんとしてなんとなくちょっと憧れがあったというかあ<ー>血のりをこうやることにののあなのでなんか、はあ、映画だなって思います <laughs> いやもう映画女優ですよすっかり <laughs> いやそれにしてもじゃあいつかちょっとゾンビ映画とかね目覚めがあるかもしれませんねあこっち側ですか <laughs> 練習してお。ゾンビ側?。ゾンビ側。ゾンビ側だよね。練習しておきますね。やりたいね、ゾンビね。やりたいよね。そうですよね、松坂さんもないですもんね。ないですね、ゾンビやりたいですね。これからもちょっとまた新しい道がどん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 開けそうですね、お二人ね。はい。ゾンビ。次はぜひゾンビで。はい。